はい、こんにちは、ブルフォースです。今日は優しさってどうやって生まれるのっていう話をしていきたいと思います。まあ、人が優しくなるきっかけってどこかのターニングポイントであるんですけど、それってどういうのが、まあ、引き金になって起こるのかっていう話ですね。で、それは何かっていうと、まあ、これはとある施設の話がまずきっかけになるんですが、まあ、その施設ではトイレットペーパーとか布団のシーツといった、まあ、備品を利用者が補充している形なんですね。その補充方法ってものすごく簡単で、もうすぐなくなりますよっていうのを施設のスタッフに伝えるだけなんですよね。それ伝えてもらったら、あとは施設スタッフの方々が手配をするので、利用者の方が声をかけるだけで OK という、まあ、非常に簡単な仕組みですよね。まあ、誰か捕まえて、すみません、あそこのトイレットペーパーもないんですけどみたいな、そんなん言うだけで OK というところですね。ではい、ところが、ね、こんな簡単なことなのに実はあまりうまく機能していないという問題があるんですよ。で、これっていうのはなぜかというと、利用者がアラートを出すっていうのは自分のためではなくって、次の利用者のためですね。例えば僕がトイレに入りました、トイレペーパーなくなりそう、でも僕がギリギリ使い切れたら OK だから、もうそれでおしまいみたいなね、なっちゃうと。だから自分が使い切ることができれば、次の人のことまで、まあ、なかなか気が回らないままになってしまうんですよね。で、とある利用者が自分が寝ようとした時に初めて布団のシーツがないっていうことに気づいて、で、慌てて施設のスタッフの人捕まえて、すいません、シーツないですねって言って、で、そうすると、まあ、いろいろなんだかんだやってシーツのセッティングしてとかってやったりすると、まあ、寝るタイミングが遅くなっちゃうよねっていう話ですね。で、こういった自分が不安を感じて体験をして初めて、あ、次の利用者のためにもシーツとかトイレットペーパーとかっていうのはちゃんと報告しなきゃいけないなっていうことを、まあ、考えることができるという、まあ、こういう、まあ、トリガーの話なんですね。体験して初めて知るということなんですよ、結局。で、利用者っていうのは、まあ、別にね、証拠が悪く意地悪で内緒にしといてやれとか、トイレットペーパーなくて出すだけ出して苦しめとか、そういう悪さをしたくてやってるわけじゃなくって、単純に気がついていないだけなんですよね。で、気がつく人とそうでない人との差って、じゃあ一体どこにあるかっていうと、自分が辛い思いをしたことがあるかどうかっていうところなんですよ。つまり人への優しさっていうのは、もともと持ち合わせている性格かどうかっていうものではなくって、経験をしたことがあるかどうかっていうのが大きなポイントになりますよっていう話ですね。で、優しさのパターンって実はざっくり大きく言うと2つあるんですよね。困っている人に声をかけて手助けする、まあ、能動的なもの、こちらから働きかけるものと、それから相手の失敗に対して、まあ、怒らないで許すっていう、まあ、受け身的なものですね。で、それぞれ中身どんなものがあるかっていうと、まあ、例えば気遣い、親切心と呼ばれるもので、まあ、電車でおじいさんとか妊婦さんにあそこの席どうぞって譲ったりとか、エレベーターを開けたまま待ってあげるという、こちらから行う親切ですよね。はい。まあ、相手から何かして頼まれてとかっていうパターンじゃないと。で、自動的なものっていうのはその逆反対で、まあ、仕事のミスとかコミュニケーションでなんかね、年下なのにタメ口で喋ってきたとかっていうような、まあ、コミュニケーションに失礼があるというような時に、相手が起こしたアクションに対して許したりとか諭すというような、こういうのが自動的な優しさっていう言い方ができるというものです。施設の件に関しては、利用者が、まあ、能動的な優しさを持って行動すれば解決したはずですよね。トイレットペーパー切れてる、じゃあスタッフに声をかけよう、シーツがない、声をかけようとか。じゃあ、全員がシーツがなかったとか、トイレットペーパーなくて困ったとかっていう経験をすりゃいいのかっていうと、まあ、難しいですよね。うん。本来なら、経験もせずに気がつくことができれば、すりゃいいに越したことはないんですけど、やることっていうのは非常にまあシンプルでして、よいしょ。やることっていうのは非常にシンプルで、まあ、残りがどうなっているかとか、汚れていないかっていうのをチェックして報告する。ただそれだけのことですよね。じゃあ、なんでそれができないんだろうねっていう話なんですけど、じゃあ、受動的な優しさとしてはどうかっていうと、もともとね、寛大で怒りを覚えない人っていうのは確かに性格的にはいると思うんですよ。ところが、一方で多くの人っていうのは自分の機嫌を損ねることとか、まあ、不快なこと、があれば苛立ちや怒りとかって覚えるのは当然な話ですよね。そんなことが起こった時に仕方ないねとか、そんなこともあるよっていうふうに言えるかどうかっていうのはどうかなんですけど、そんな相手の気持ちになって考えろっていうのは言うのは簡単なんですけど、そもそも経験したこともないことをさらには他人になったつもりで考えるって、ね、今目の前にいる
家族とか友人とか職場の同僚とかが何を考えてるかもわからないっていう状態なのに、そんな恐ろしく難しい話じゃないですか。ってなった時に、自分が経験したことであれば、まあ多少は相手の立場になって考えることができるようになるんじゃないかなっていうことを、まあこのコラムでは言いたいというところなんですね。例えばまあ、じゃあレストランで注文した料理が来ないと。じゃあなんで来ないのっていうと、アルバイト成り立ての店員さんが注文を忘れちゃってたみたいなんですよね。そしたら同じウェイター経験をした人であれば、いやあれあれだよね、俺もさ、初めて出勤した日に忘れちゃって怒られたんだよね、みたいな、っていうふうに理解示せるんですけど、まあ、経験がなければ、なんでまだ来てないんだ、遅いって言って切れると。まあ、そういうことです。で、内容によっては、まあ確かに、うっかり忘れてましたとか、ね、うっよっていうのでは済まない話もあったりするんですけど、まあ、こんな事態に対してお互い様と思うことができるのは、まあ、自分が似たような経験っていうのをどれだけ積んできたかっていうのに関わってきますよねっていうことが言えるということです。はい。で、能動的な優しさっていうのはまあコントロールができるんですよね。まあ、電車の席を譲るとか、それからまあ席を譲るというのは、全員が席に座らないと辛い経験をしたかっていうと、そういうわけじゃないですよね。なんか若いとか健康的な人っていうのは、座らないことの辛さっていうのは知らないですけど、お年寄りに対して妊婦の方には譲って叱るべきっていう考えが、まあ、思いやりの気持ちも相まって、まあ、席は譲るものっていうのも常識が広がっていると思うんですけど、まあ、能動的な優しさに関しては経験の有無なんかっていうのは関係なく、まあ、仕組みとか考え広がりで、まあ、意図的に広げることもできますよねっていうことですね。だから自動的なものっていうのは経験しないと難しいんですけど、能動的な優しさっていうのはなんとなくこう、一般的な常識考え方っていうので広がっていくっていう、まあそういう違いがあったりするんですね。だから自動的な優しさって難しいんですよ。で、ツイッターの投稿でちょっと見かけたものがあるんですけど、まあ、不機嫌さで相手をコントロールしようとするのは子供で、機嫌よくいられるのが大人の条件っていうね、まあ常にニコニコしているのが大人かどうかっていったら難しいところで、突っ込みたいけど、まあ確かになって思うのもありますよね。はい。機嫌よくいることができるのは自動的な優しさを持っている人なんですよね。で、多くの経験を積み重ねてきたことで、人一人でコントロールできることにも限界があるっていうのを知るんですよ。だから、より気分が良くなってもらえる状況っていうのをこちら側から作ってあげることで、結果自分も気持ちよくすることができると、気持ちよくなることができるという話が言いたかったというところなんですね。ところが、勘違いしがちなところで、じゃあ、経験、つまりイコール、なんか年齢を重ねるっていうふうに勘違いしてしまうと、じゃあそれで年齢を重ねて、40よりも50、50よりも60、60よりも70って年齢重ねていくと優しくなるかっていうと、それは罰ですよね。年を取っても気難しいままの人もいるんですよ。それっていうのは、その年齢だとか性格の問題だっていうものではなくて、経験の問題なんですよ。で、人に優しくされた経験とか、困ったことをされた経験っていうのを、どれだけ積んできたかっていうことなんですね。だから、まず皆さんが、もし人に優しくしたいなとか、あの人に優しくなってほしいなとかっていう思いがあるのであれば、寛大になっていくためには、まず自分が困ったエピソードとか、それから人に優しくされるっていう経験をたくさん積んでいくことっていうのが非常に大事になっていきます。その経験を積むことによって、まあ、自分がどれだけ苦労してきたか、その苦労を人に与えないために、不快にさせないために、人にはこういうふうな関わりを持っていこうという、まあ、そういうですね、善のスパイラルが流れていくというふうになっていきます。ということで、優しくなるためには経験を積みましょうという話でした。ということで、また次回お会いしましょう。バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったな、という方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから、皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですね、コーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方は、コメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。